はい、どうも、こんにちは。プンプンです。昨日の動画で、予告した通り、ナッパを育てたいというデッキで、後期の守護者が活躍した、デッキじゃない、試合を、がありましたので、そちらを今、作成したので、見ていただければな、というふうに思います。デッキ内容は、前回のナッパを育てたいというふうなデッキに書いてあるので、そちらを確認していただければなというふうに思います。概要欄の方に、デッキの方を書いてあるので、はい、確認してみてください。はい。では、対戦の方、入っていきたいと思います。はい、マッチングいたしました。お相手はフレオルトとシャドウのデッキですね。はい。で、自分の、最初のお手札は、特にマリガンせず、行きました。はい。で、1ターン目。はい。自分のアタックターンは1マナ使って、多分シスリアを出していくでしょう。はい。シスリアを出していきました。はい。で、お相手は、はい、1コス使って不運な貴族を出してくると。ラストブレスボン首脳カードですね。はい。で、ここは、22で有利交換できるのでアタックすると。はい。で、お相手はブロックしてきて、ラストブレスで、小蜘蛛を、場に出してくると。で、自分はそこ、ターン終了と。で、お相手2ターン目、2コスを使って、何を出してくるか。はい。エリスですね。そこに対して自分は料理人を出していくと。まあもう、ここら辺、まあこれって昨日のナッパのデッキの紹介の時も言ったんですけど、コントロール系のデッキなので、まあ序盤は本当にそこまで、なんだろう、荒れた展開じゃないですけど、早い展開じゃないので、まあすごい、退屈な、試合が最初は続くかなっていう風な感じですね。まあなので、動きがあるところまではまあなんか雑談じゃないですけど、普通になんか喋っていこうかなっていう風な思います。はい。で、まあ雑談としてなんですけど、今自分このルンテラをの動画配信するときに最初に上げたデッキがポロのデッキだと思うんですけど、それが再生回数が100を突破したところなんですよ。で、100突破して、突破したのはすごい嬉しいんですけど、なぜかチャンネル登録の方がまあ増えてないんですよね。いや、これどうやって皆さんゲーム実況の方ってチャンネル登録増えてるんですか？なんかどういうふうに皆さん、まあ見たいと思ってくれないと、まあそのチャンネル登録ってしないと思うんですけど、どういったらその皆さんがもう毎日見てくれるような、動画にできるのかなっていうのを考えていきたいので、もしなんかそうですね、まあ動画見てて、まあこういった点直した方がいいとか、まあ、こうやったら面白いんじゃないのっていうふうに、意見くださったらちょっと直していこうかなっていうふうには思うので、はい、コメントの方で、なんか言ってください。はい。なんでですかね。まあ、動画見られてるんですけど、チャンネル登録がまあ増えない。なので、もし、この動画見て、ちょっと面白いなっていうふうに思ったなら、ちょっと本当に、チャンネル登録の方してもらえると、本当に、嬉しいので、はい、してください、してやってください、本当にお願いします。はい。で、試合の状況も今どんな感じで、そんなに動いてない感じですね。はい。お相手が今何ターン目だった？はい。まあ、4-1でエリス当たって、シスリアでクモに当たってるっていう風な感じですね。ここはブロックするのかな？ブロックするか。2-2で有利チョップを。有利交換していくますよね。はい。有利交換していくっていう感じですね。はい。次が、守護者が出せる5ターン目になるので、はい。今回のこの動画の主役が、はい。もうそろそろ出る番なんじゃないですかね。はい。5ターン目の自分のアタックターン。まあ、ここは、守護者、攻撃の守護者を出したいので、ここは何もせず、もう自分アタックをしていくっていう風な感じです。ここはわざと、アタックをしていって、敵にブロックされて取られていくっていう風な形をしています。なぜかというと、後期の守護者は、このターン中、ラウンド中に、自分のユニットが破壊されてないと、ライフスティールとタフの効果がつかないので、今こういう風な感じでやっています。
はい、でお相手は、スペルを使ってシスリア取られていくんですけど、ここで、今回の主役コウキの守護者が出てくると、はい、まあ、やっぱここのコウキの守護者はやっぱ何度も助けられてるっていうような感じですね。今ゴールド隊で戦ってても、はい、助けられてますね。なのでやっぱ、必要ではありますね。で昨日ちょっと昨日の動画ではガレンが必要ないとかっていう風に言ってたんですけど、ゴールド隊に上がってくるまでは必要ないかなっていう風な印象があります。ただ、ゴールド隊で戦っていくってなると、このナッパのデッキではちょっとガレン必要だなっていう風なところが多々あったので、まあガレンは、持ってれば入れていただきたい。まあ持ってなくても他のデッキで他のカードで補ってもらえればいいんですけど、まあ入れてもらいたいっていう風な感じではありますね。はい。でまあ試合の方に戻っていくと、何が起こってた全く見てなかった。はい。で自分がここで、7ターン目かな、7ターン目、はい、4コス使ってレンジャーを出していくと。で、お相手はもう盤面に小雲が1体と、で手札1枚。全然もう、リソースもない感じですね。で、盤面も全然強い。自分の方が圧倒的有利っていう風な形であります。なので、ここはアタックして、まずレンジャーでアタック、スカウトの効果で、アタックをしていくと。で、ここは小雲でブロックと。はい。まあ、レンジャーはやっぱ強いですよね。これがもう、合計も41と44が一旦で出てくるっていうので、強いなっていうのがあります。41ってところがちょっといやらしいですよね。わざと破壊されて、その後44が出てくるっていう風な形が、まあ強いなっていうのがありますね。はい。で、自分はここでもう、クマちゃん、クマちゃん、コックルピア、コックルピアで、アタックをしていくと。はい、で1体のクマちゃんは、やられてしまうと。でお相手はもうお相手のアタックターン8ターン目、お相手手札が2枚。ここで自分はナッパを引いていくと。はい。お相手はスペルを使ってくる。はい。あ、この10コストのマックスまで自分の最強じゃない、最も強いカードを6枚並べてくるというスペルを使ってきましたね。ただそれはこのターンで破壊されちゃう効果が出るつくのかな。カードはつきますよね。はい、つくので、まあこのターンしのげばいいのかなと。はい。ただ自分の場にも、ユニットが5体いるので、まあ十分、ブロックができるという状況ではあります。はい。なのでここまでそんな怖くはないっていう風な感じですね。で普通に自分は、ブロックしていくって感じなのかな。はい。まあ、小雲に当たってと。で、他は特にブロックすることはないという感じですね。まあ、自分がもし仮にブロックしたら、ユニットを破壊してしまうことにもつながるので、まあ、ここはブロックせずに。で、最後に攻撃の守護者がいるので、まあ、どっちにしろ、ライフの方を回復できるので、いいのかなというふうに、ブロックをしなかったです。はい。で、お相手は最後に不運の、貴族を出してくると。で、自分のターン、9ターン目。はい。ここは守護兵を出すのかな。守護兵を出さずにナッパで、エリスを出して顔面に、ばっこりと、与えていくと。でここはお相手は、まあ、コッコルピア、コッコルピア、守護者の点数、かける、9点ですね。9点が顔に入って、お相手のライフは4点と。はい。もう圧倒的に有利な状況で、もうここでもほとんど勝ちを確定、勝ちを確定じゃないですけど、勝ちを、予測してました。ただ、シャドウは昨日のデッキでも言った通り、全体キルのカードとかあったりするので、まあ、そこまで油断はしてませんでした。油断っていうか、そこまで楽観的な考えではなかったです。なので、もうここは、すぐに攻撃をしていこうというふうな感じでしたね。で、お相手は、はい、チャンピオンの、なんだ、アニビアだっけ、このフェニックスみたいなやつを出してくると。まあ、このチャンピオンのカードはすごい有能なカードですよね。自分の場と、自分の顔に2点ずつ全部に与えるので、まあ、普通だったらすごい嫌なカードですけど、まあ、今の
状況だと自分の方が圧倒的に有利なので、そこまで、怖くないっていう風な感じではありました。はい。でここは普通にまあブロックをしていくっていう感じですね。はい。まあ全体に2点ダメージを与えられていくと。でここでなぜかナッパは、進化をしていくと。はい。まあナッパが進化したのでもうほとんど勝ちが確定したようなもんですね。まあ、ナッパが進化したらもう勝ちですよ。はい。でここはパスと。でお相手のアタックターンかな。あ、自分のアタックターンですね。すみません。で自分のアタックターン、はい、もうほとんど、ここで勝ったなっていうような感じだったんですけど、はい、でブラウムで、エニビアを寄せて、315251でアタックと。でもこれで顔が通れば勝ちっていうところだったんですけど、お相手が、スペルを使ってきましたね。これは2体に対してマイナス5点、まあ凍結なのかな、ちょっとあまりちょっと効果読めてなかったんですけどっていう効果があったんですけど、ただ自分の手札に奮い立つ力があったので、3.33 のバフをかけていって、リーサルと、はい、最後にポロがちょっと、マイティーソウルのポロが出てくると、はい、でこれで勝ちです。はい、ありがとうございます。はい、対戦の方はどうだったでしょうか。はい、まあ高貴な守護者は一応活躍したというふうな感じだったんですけど、まあ結構活躍したと思ったんですけど、そこまであんま活躍っていうか、まあ普通に強かったっていう感じでしたね。はい。やっぱりその55のスタッツに、ライフスティールとタフがつくだけでも、もう全然強くて、召喚できれば、強いなっていうふうな感じではありますね。はい。で、今自分も、ゴールド隊なんですけど、ゴールド隊だと、やっぱりその、アグロだけだと多分結構きついので、まあコントロールのデッキを慣れておく必要があるなっていう風なのがあるので、もしそうですね、まあナッパを持ってたら、まあこのデッキを使ってみて、まあコントロールに慣れていく、はい。っていった方がいいのかなっていう風に思います。はい。まあ明日は、ちょっと上げる動画はアグロのデッキなんですけど、まあそちらも見ていただければなっていうふうに思います。はい。ここまでご視聴ありがとうございました。動画の方が面白い、と思ったなら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。